欧州旗、欧州旗は長方形の青地に、円環状に配置された12個の金色の星で構成される旗であり、ヨーロッパのシンボルである。最初に、この欧州旗が定められたのは、欧州評議会、COE においてである。しかしこの旗はもともと COE の旗としてではなく、ヨーロッパ全体を代表するシンボルとする意図を持って、定められ、欧州連合、EU といった。 特定の組織が独占使用することには COE は否定的であった。その後1985年にミラノで開かれた欧州理事会において欧州旗を EU の旗として使用することが合意された。青字は青空を表し、星の描く円環はヨーロッパの人々の連帯を表す。十二個という星の数は最初から決まっていたもので完璧と充実を表し、 加盟国の数を表すものではなく、今後とも増えり、減ったりすることはない。この旗は、元来、1955年12月8日、欧州評議会によって、アイルランド首席文書官のジェラルド・スレビンの案が、採用されたものである。欧州評議会は、当初からこの旗を、他のヨーロッパ統合を目指す、地域内組織に使用してもらいたいと望んでいた。 1983年4月11日、まず、欧州議会がこの旗を採用した。ついで、ヨーロッパの経済統合を進めた欧州共同体は、この旗を1986年5月26日に、シンボルとして採用した。1992年、マーストリヒト条約によって、欧州共同体に代わり、政治的統合を求めて発した欧州連合、EU も、 この旗を採用した。それ以来、欧州旗の利用方法などは、欧州連合と欧州評議会の共同で管理されている。欧州連合は、1950年5月9日に、欧州石炭鉄鋼共同体、ECSC 設立のきっかけとなった、シューマン宣言が発表されたことを、欧州統合の第一歩として記念し5月9日をヨーロッパデーと定めており、この日は、 加盟各国の各地で欧州旗が飾られる。欧州旗は欧州憲法の条文中で公式な法的地位が与えられるはずであった。しかし、欧州憲法条約の批准失敗により、各国の首脳たちはこれに代わる改革条約の中からは公式な旗や歌の制定な国家の憲法を思わせる条項を排除した。欧州議会は欧州のシンボルについて、 条約で言及することを指示していたが、これが排除されたことに対抗して、欧州議会が欧州バタなどのシンボルをより積極的に使用するよう提案した。ドイツ選出の議員、要来年、ジョライノンは、欧州議会が再びシンボルの使用において、先駆けの役割を果たすべきと押しした。欧州連合の各組織、機関が独自のロゴを定めている中、行政執行機関である。 欧州委員会は欧州バタのみをシンボルとしている。また欧州連合は、域内で発行される運転免許とナンバープレートに欧州のデザインを使うほか、ユーロ採用各国で発行されるすべての紙幣。ユーロ紙幣の表面に欧州バタは描かれ、十二個の星はユーロ効果に表されている。欧州バタは加盟国の首脳会議である。 欧州理事会の議長の公式演説の際には必ず使われなければならず、また議長による欧州連合非加盟国への公式訪問の際にもしばしば使われる。また欧州理事会メンバーである各国首脳たちの中には自国内での公式な場でも自国旗と共に欧州旗を使用する独自のルールを定めているところもある。また加盟国の役所や警察に国旗と同様に 掲げられている場合もある。欧州旗の使用の際、欧州連合や欧州評議会の目的や原則に、相入れない目的での欧州旗の使用はしてはならない。欧州旗は、欧州連合のみならず、広くヨーロッパを代表するシンボルとして扱われている。青と黄色の配色や12個の星は、欧州のスポーツや政治経済などを扱う、様々な組織や各種イベントのシンボマークにも、 応用されている。また、ファムヨーロッパ主義や欧州志向、西側支持を表すシンボルとして、欧州連合の内外で使われている。例えば、グルジアのバラ革命ほか旧ソ連諸国での民主化運動など、2000年代前後に制定された、ボスニア・ヘルツェゴビナの国旗やコソボの国旗は、強い EU 志向を反映して欧州タに似たデザインや色を採用している。 星の数は12個に固定されており、欧州連合の加盟国数とは関係づけられていない。1986年から1995年の間は EC、EU の加盟国数と星の数が一致していた。星の数に関しては、このような話がある。旗のデザインを協議していた1953年、欧州評議会の加盟メンバーであった国と地域は15つあった。 旗を決める際、星の数を15個とし、星の一つ一つが現状の各加盟メンバーを表し、星の数は将来の加盟メンバーの増減に関わらず変更しないこととするという提案があったが、これが議論を呼んだ。西ドイツは、加盟メンバーの中に、その貴族が議論の対象となっていた、フランス保護領ザールがあることから、西ドイツとザールが、 別々の星として表現される案に反対し、星はその表す地域の主権の意味を含むようにしようと提案した。今度はフランスが星を十四個とすることに反対し、それはザールの西ドイツへの吸収を意味すると抗議した。言い伝えでは、ここでイタリア代表が十五個でも十四個でもダメだとすると十三個となるが、それはキリスト教圏においては不吉な数であり、また、 初期のアメリカ国旗が13個の星を円形に走っていたので欧州統合がアメリカ一極集中に対抗する目的であるにもかかわらずデザインが同じになってしまうと反対したというそこで政治的に問題のない星の数としてまた同時に完全と無欠のシンボル数として結果として12という数が採用された12という数には西ユーラシア 地中海世界の様々な文化と伝統で次のような特別な意味があるため、欧州旗の星の数が十二であるということは、ヨーロッパの伝統に連なるものと言える。一方、十二個の星の数は、そこにより深い、隠された意味を求める根拠のない多くの主張や陰謀論を生んだ。例えば、カトリック美術に描かれる、聖母、マリアの頭の後ろにある十二個の星側になって、 つらなった古行と関連付けられ、そこから欧州統合の目的は、カトリックの復権や神聖ローマ帝国再建である、などといった反馬痴漢的陰謀論につながることがある。興味深いことに、いくつかの頑固なキリスト教系宗教団体は、星の輪が、バビロニア神話の天皇は、ヨハネの目視録の一節、一人の女が太陽を着て、足の下に月を踏み、 頭に十二の星の冠をいただいていた。第十二章の一にインスパイアされたと認めている。しかし、欧州連合は、これら聖書に関する噂を公式に、ただの伝説と否定している。次のものは、欧州旗を描いたり形容したりするときによくある、間違いである。五芒星をデザインとして採用する旗は多いが、国、地域によって、配置の仕方が微妙に異なるためである。 欧州評議会以外にヨーロッパの他の国家間組織もヨーロッパを代表する旗を制定していたが最初にそうした旗を制定した大きな組織は1952年に設立された欧州石炭鉄鋼共同体 ECSC あった ECSC は1958年のブリュッセル万博で ECSC の旗を公開したこの旗は上半分が青 下半分が黒になっており、それぞれ三つの星が横に並んでいた。青は鉄を、黒は石炭を表し、六つの星は ECSC を構成する六カ国を表していた。2002年に ECSC 条約が執行すると、この旗は欧州旗に置き換えられた。欧州議会も独自の旗を制定していた。欧州旗に習って青と黄色の色を使っていたが、 十二個の星の代わりに、青字の中央に、黄色で、欧州議会の頭文字である、EP、英語と、ペ、フランスが上下に並べて書かれ、その周りは、円形の花輪で囲まれていた。ECSC や欧州議会の公式機器の他にも、ヨーロッパの旗には、様々な台案があった。青字に、オレンジの円と赤い十字の国際。 ハムヨーロッパ連合の旗をヨーロッパのシンボルとして使う案は、そのキリスト教色の強さから欧州評議会の初期からのメンバーだったトルコにより、退けられた。また、白地に旗の大きさいっぱいの緑色の E の字を書いた欧州統合運動、ユーラピオンムーベメントの旗を使用する案もあった。オリンピック旗をもとにして、青地に、 銀色の八つの輪を組み合わせたデザインも考えられたが、銀の輪が電話のダイヤルに見えたり、鎖やゼロを意味するように見られたりする恐れから蹴られた。カール・ワイデル・レーモンのデザイン案は青字に大きな黄色い星一つをあしらったものだったが、1830年代に存在したテキサス共和国の国旗やコンゴ自由国、ベルギー領コンゴに使われていた国旗に似ているとの理由で退りけられた。 2001年、オランダの建築家レム・コールハースト、その建築設計事務所 OMA は、欧州委員会委員長のロマーノ・プローディと、ベルギー首相のギー・フェルホフスタットに招かれ、ニース条約が調印され、ブルッセルが公式に EU の首都となるにあたり、首都として何が必要かを話し合った。その席上、プローディラとの話が、ヨーロッパの多様性と統一を表すように、 欧州連合のブランドを最低にすることに及んだ際、コールハースとアモ、OMA のシンクタンク部門は EU の古いシンボルを捨て新たな四角言語を作るよう提案した。そのビジュアルを模索する中で、コールハースはバーコードのデザインを応用する案を出した。従来の欧州バタは加盟国が増えても星は12個のままだが、コールハースのデザインでは新しい欧州バタは EU 構成国十五カ国の国旗を横に並べた手に引き伸ばしてカラフルな色の帯をなすものであり将来加盟国が増加するとその国旗の色を横へ継ぎ足して行くになっていたこの新欧州バターンは EU やその他の組織により公式に採用されることはなかったが二千六年にオーストリアが欧州連合理事会議長国となった際議長国ロゴにコールハースとアモのデザイン 仮名がさらに10カ国増えたことを反映したデザインが採用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。